ね、リベンジ料理ですね。リベンジ料理、今日はねこちらのねお肉使ってローストビーフをね作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきます。今日はもう事前に室温に戻してるねお肉使っていきます。前回はニンニクと生姜かなすりおろしたやつを塗りました。でね、ちょっと今回ねちょっと違った感じで作っていこうかなと思ったんで、ハーブ系ですね。塩コショウだったり、マジックソルト、バジルを表面に塗ってます。ちょっと今回はねこれで焼いてってみようかなと思うんでね、楽しみです。じゃあそれでは早速皆さんお待ちかねの肉を焼くシーンやっていきましょう。はい、じゃあ皆さんお待ちかね、バーナーコーナーやってきました。じゃあねここ火入れていきます。今日はねしっかりとこの焼けるシーンを皆様にお届けできるようにねやっていきましょう。じゃあここにね、オリーブオイル、オリーブオイルを少し多めですね、大さじ1と1/2ぐらい入れます。で火は最初は強火でいいです。で油にね熱を入れていきますね。で中火ぐらいにして、ここにまず、スライスしておいたニンニク、スライスしておいたねニンニク入れます。で、まずねこれで油にねニンニクの香りをつけていきます。こんな感じでねきつね色になってきます。わかるかな。これぐらいきつね色になったら一旦ねこのニンニクだけ外しておきます。避けておきます。はい、じゃあ今ね、ニンニクを避けてあって、ここには今ね美味しいガーリックオイルができてます。そしたらじゃあこれ火入れていきましょう。で、今日の場合はちょっと香辛料をね周りにまぶしててちょっとね焦げやすいと思います。なので少し若干中火の弱火ぐらいでじっくりね火を入れていきましょう。じゃあそれではいきますよ皆さん。3、2、1。はい、お肉投入。肉焼けてますよ。そこのお父さん、そこのお母さん、ねえ、そこの僕ちゃん、お肉はこうやって焼くんだよ。まあコツっちゃなんもないんだけど、これとりあえず全ての面ね、この切り口の面もそうだし、全ての断面に今から焼き色つけていきます。で、まあなんだろうな、お肉が大きいんでね、今日はね1分間ずつぐらいでこう回しながら焼いていきましょう。はい、今裏が1分、こんな感じです。やっぱ今日はねそのハーブ系をすごく使ってるんで焦げちゃうんだよね。でこれ焼き色なんだけども中まで全然火が通んないんで、こういう時は少し火を弱めてねじっくりと火を入れていきましょう。もうこの時点でうまそうなんだけどね。でこのお肉は室温に戻してあるんでね、中まで火が入りやすくなってます。これね冷蔵庫から取り出した後だからとやっぱり中まで入んなかったりするんでね、ここは注意してください。均等に全ての面にね同じぐらいの、長さで焼くことによって火の入り方がねいい感じに均等に入るんで、どうですか、見えますか。こんな感じで今全体に焼き色が入ってます。ここちょっと難しいんだけど、この切ってある断面のとこ、ここもね焼き色つけてあげましょう。
牛肉はやっぱね、赤いところはね、表面のこの切断部分っていうのかな、っていうところを焼くことによって殺菌がね、されるので、切れてるところはしっかりと火を入れてあげます。はい、今ね、こんな感じでお肉が焼き上がってます。そうね、全体的にこう焼き色がついてますね。はい、じゃあもうこれで、ね、皆さんお分かりと思うんですけども、この後、これをアルミホイルに包んで1時間ぐらいね、そのまま余熱で、で余熱やるときにフライパンのね、この熱を利用するって手もあるんで、例えばそのままね、この蓋をして1時間このまま放置。でも今ケツの部分しかね、火が当たってないので、時折返してあげる、うん、アルミホイルに包まないんであれば蓋をかぶせておいて対応するってこともできます。こういう風にやったらじゃあどうなるのっていうのもやっぱりお知らせしていかなきゃいけないと思うので、しょうがない。今日はじゃあアルミホイルじゃなくてこっちのパターンでいきますかね。じゃあ今、焼き終えてた面から上にひっくり返した状態ね、うん、じゃあこの状態で、蓋します。これで1時間まず放置したいと思います。時々ね、様子見てひっくり返してあげたりっていうのも必要なんだけど、今日はもうそれもなくこのまま1時間ね放置して断面をね、様子を見ていきたいと思いますんで、じゃあ今日はこれで実験をしていきます。はい、今ね、あれから放置して、1時間経ちました。じゃあね、ちょっと開けてみますか。はい、今こんな感じだね、お肉、こんな感じって言っても何ら焼いた時と変わってないからね、わからないと思うんですけども、もうフライパンの熱が冷めきってます。なのでお肉の方にももう、ね、熱はねこれからは入ってかないと思います。でね、もうこの状況で切って食べて大丈夫です。でもね、今これから俺仕事なんですよ。なのでこれをジップロックに入れて冷蔵庫で保存しときます。でね、今からあと9時間後ぐらいかな、俺が帰ってきたらこれでうまい酒を飲みたいと思います。それでは皆さん、今晩またお待ちしております。はい、じゃあね、そういったわけで帰ってきました。今日ね、朝焼いてたローストビーフね、ジップロックの中に入れてました。今ね、キンキンに冷えてやがります。いや、今日ほんと疲れた。じゃあね、まずちょっと開封してみます。よいしょ、今ね、こんな感じです。しっかり焼き色ついてますね。じゃあね、ちょっとね、これね、糸外して切っていきましょう。じゃあね、今糸外したんで早速じゃあ切ってみましょう。どうかな、じゃあとりあえず真ん中辺からね、ザクッと切ってみましょう。はい、今回のローストビーフはね、こんな感じです。断面見えるかな。これね、今ね、ちょっとまだ冷えてるんで赤みが黒く見えるかもしれないんですけど、これね、しっかりとね、時間が経つともっとしっかりと赤みが出てきます。今回ね、この断面の部分、前回よりもね、少し気持ち多く入ってますね。気持ち幅が大きく入れてます。まあね、今回の感じで言うと、焼き色をつけた段階でフライパンのまんまね、1時間放置しただけっていう感じなんだけど、綺麗にね、焼き色ついてます。火も入ってるので、じゃあね、早速これを盛り付けて食べていきたいと思います。はい、じゃあね、そういったわけで作っていきました。朝焼いたローストビーフなんだけども、今ね、早速盛り付けてきました。じゃじゃん、もう肉のね、大輪を咲かせてやりましたよ。こんな感じね、いい色してるでしょね。朝さね、片面1分ずつ焼いて
でね、1時間放置して、あとは冷蔵庫入れてたやつね。じゃあね、早速食べていきたいと思います。お疲れ様でした。乾杯。はい、じゃあね、早速食べていきます。まあ今日ね、盛り付けっていうか、下にね、キャベツのコールスローを作って敷いてます。千切りね、まあ、キャベツしか入ってないんだけど、それとあとね、カボスね、カボスをちょっと切って汁を絞ってます。皮はね、こんな感じで絞ったカスね、これは一緒にちょっとトッピングで乗せてます。まあね、食べなくていいんだけどね。じゃあね、早速ちょっとお肉の方ね、今回は、こんな感じ。これね、今日タレっていうタレはかけてなくて、カボスのタレと塩、あとね、パルメザンチーズかけてます。ちょっとね、今日はさっぱりとね、いきたいなと思ったんでね。じゃあね、ちょっとね、サラダ感覚で、まずはちょっとお肉の方からね。じゃあね、早速いただきます。これやばいかもしれませんね。ちょっと今日ね、俺のイメージ的にはさっぱりめなね、ちょっとローストビーフを作りたくて、なぜかっていうと、ちょっとね、ワインが打ち切れてて、ワインとね、一緒にね、飲むんだったら、ちょっと朝焼いたフライパンの残りでね、あれでなんだ、ニンニクのフライのチップのやつ、最初に油に入れたやつね、あれ取ってたんで、あれでちょっとドレッシングでも作ろうかななんて思ってたんだけど、いや、やべえ、ねえぞと思って。で、ビールに合うってね、まあビールって何で合うっていうのは何にでも合うんだけども、そういう風な感じじゃなくて、こうレモンビールとかね、ちょっとなんか爽やかな感じで、今日は本当に疲れてて、なんかちょっとクエン酸が欲しいというかね、そんなとこがあったので、コールスローの方もね、レモン汁とマヨネーズとね、あとなんだ、塩コショウだったり、ちょこっとしたやつね。じゃあちょっと次はお花のね、真ん中のお花の花びらを取って、これで、葉っぱの部分をね、こんな感じでくるんでね、肉サラダでじゃあいきましょう。こんな感じね。じゃあ肉サラダでいきます。いただきます。これはこれで食べやすいね。まあなんだろうな、イメージはちょっと違うかもしれないけど、今回オリーブオイルとか入ってないんだけど、和牛のカルパッチョみたいなね、ちょっと爽やかに仕上げた、まあ肉サラダじゃないけど、そういった感じでね、今日はね、ローストビーフの方仕上げてみました。疲れてる時でもね、やっぱこういう高タンパクでね、低脂質でね、ダイエットにも最適な赤身のお肉っていうのはね、最高なんでね、疲れてる時こそ、もう今の時期ね、季節の変わり目ですっごく疲れるんで、皆さんもね、しっかりとちゃんと栄養があるものを取りながら、この秋をね、皆さんも一緒に乗り越えていきましょう。それではまた。